アイスリボン後楽園大会アイスリボンマーチ2017、11時会場、12時試合開始。アイスリボンマーチ2017ロビー売店に関しまして、会場の11時から休憩までとなります。大会後の売店、場所を移動しての売店となります。それでは早速後楽園ホール対戦カード、また選手の意気込みを聞いていきたいと思います。第1試合、6人タッグマッチ20分一本勝負、ふみこ長浜ひろえしぐれかっこかり VS 長崎まるこテキーラさや松屋うの。選手お願いします。それではまずはじめに練習生かっこ、練習生しぐれかっこかりのリングネームを公表させていただきます。はい、3月26日にデビューさせていただきます。現在はしぐれかっこかりという名前なんですが、この度デビューに伴ってリングネームをいただきました。リングネームはトトロさつきです。先輩だろうが何だろうがぶっ潰して勝ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、トトロさつき選手のプロフィール紹介をさせていただきます。1989年5月11日生まれ、大阪府出身、身長161センチ、体重74キロ、血液型 A 型、特技は間取り図の作成、趣味は日本酒を飲むこと、はい、とカラオケ、不動産会社勤務の OL、2016年4月にアイスリボン道場マッチを観戦し、アイスリボン女子プロレスサークルに参加。その後プロデビューを目指し、プロ練習に参加をし、入門当時90キロあった体重はトレーニングで絞られ、現在74キロとなっております。はい、こちらが、プロフィール紹介です。それでは、選手意気込みの方をお願いいたします。はい、はい、プロレスリングウェーブの長浜ひろえです。今回初めてトトロサツキさんデビュー戦ということで、自分デビュー戦に立ち会うのが初めてで、とても今緊張しておりますが、トトロさんのいいサポートできるように頑張りたいと思います。はい、ふみこです。胸を貸すと言った以上は全力でサポートしていきます。よろしくお願いします。トトロさん、デビューおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。この5人の中で一番胸を貸せるのは自分だと思うので、とことん胸を貸して勝ちに行こうと思います。デビュー戦だろうとトトロだろうと関係ないです。ぶっ潰します。はい、トトロさん、デビューおめでとうございます。日本酒を飲むのがご趣味とのことなんですけれども、アルコール度数もお酒の強さもテキーラさやの方が強いと思いますので、テキーラさやがドンと胸を貸します。はい、はい、トトロさん、デビューおめでとうございます。今の気持ちを575にしてみます。後輩のデビュー戦で大暴れ。はい、質問がある方どうぞ。質問の方どうぞ。勝手に仕切り始めた。それでは質疑応答にさせていただきます。ご質問どうぞ。そうですね、自分は初めてプロレスを見たときに、新日本プロレスの石井智弘さんを見てすごい憧れたので、自分も石井さんみたいにバチバチのパワーファイターになりたいと思います。今猛スピードというプロレスを自分の中で確立しようとしているので、このでっかい相手に丸め込みなどスピードで勝っていきたいなと思っております。そうですね、同じく自分も体格では全然かなわないので、隙をついて丸め込んでスリー取ってやろうかなと思っております。はい、ご質問で。お、いけいけ。体格は違えども身長は同じくらいなので。おい、今しようじゃないですよ。おい、待って、うちやばいすぎやろ。何だろう、ただの作文や、やめて。でも体力に体力
筋肉には自分の方が自信がありますので、あの思い切りぶつかって力の差を見せつけてやりたいと思います。自分は、まあ、体格もそうなんですが、はい、体格もそうなんですが、まあ、試合中などすごく目を見開いたりするところですとかがトトロに似ているというのを長崎まる子さんが藤本さんに裏でちょっと言ったみたいで、それでトトロになりました。さつきは、まあ、自分が5月生まれなので、あとはトトロとの相性も良い名前ということでトトロさつきになりました。大阪にさつき山という、あの大阪に一番の地名でもあります。はい、すごい気に入ってます。あの皆さんに愛されるような名前だなと思ってます。私はデビュー戦の時シングルだったんですけど、やっぱりこう自分はセコンドの力、声の力ですごい頑張れたので、やっぱり同じ今リングに立つということなので、声出してさつきさんを応援しつつサポートして、もう頑張ってもこの3人から勝ってもらえるように全力でサポートしたいと思います。私は6人タッグマッチだったので、その経験も生かしてさつきさんがちょっとあの緊張しないように落ち着いて自分の力を発揮できるようにサポートしていきたいと思います。デビュー戦、プロレス人生の中でデビュー戦って一度しかないので、とことん気持ちをぶつけてきてください。ただしぶっ潰します。はい、うん、自分のデビュー戦もタッグマッチだったんですけれども、すごくあのくるみさんが組んでくださったんですけれども、あの先輩が組んでくれてすごく心強くて力強くあの試合することができました。やっぱりそうですね、一生に一回しかないデビュー戦なので、本当に思いっきりぶつかっていくようにしてください。ただし跳ね返しますけれども、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、自分のデビュー戦の相手は隣にいらっしゃるマリコさんだったんですけれども、まあ、先輩だったんですけど自分が勝ちました。なのでマリコさんぶっ潰しますとか言ってますけど、ぶっ潰されないように足引っ張らないでくださいね。自分に任せてください。いや自分に任せて。自分いや自分が行くんで。大丈夫です、自分が行きますから、ね。本当トトロだろうなんだろうと知らないで自分がもうぶっ潰しますよ。本当自分がトトロとかどうでもいいです。もうトトロなんてどうでもいいんで。うるさい真っ黒クロスケ。あ？真っ黒クロスケ。自分が行きます。はい。トトロさん覚悟しておいてください。ありがとうございます。はい、それでは本日欠席の尾崎舞子選手よりコメントをいただいております。時は来た、目指すは下克上のみ、下克上タッグ初の多団体選手との試合、どこまで食らいついていけるかが勝負の鍵だと思います。相手の勢いに負けないようガンガン攻めていきたいと思いますというコメントをいただいております。そしてコマンドボリショ選手からもコメントをいただいております。4月2日 JWP25 周年後楽園大会で返上となる JWP 認定タッグですが、最後の防衛戦に向けこうして若い選手と対戦できることは光栄です。最強の JWP タッグ王者として歴史に恥じない戦いを成長著しい若い選手に刻み込みます。思いっきり戦い合えることを楽しみにしていますというコメントをいただいております。続きましてレオン選手のコメントです。 JWP 女子プロレスレオンです。尾崎選手とは初対戦、キュウリ選手とは何度か対戦していますが、対戦するたびに成長を感じるので、今回どれだけ成長しているのか楽しみだし肌で感じたいと思います。ボリショイさんと JWP タッグチャンピオンの強さを見せつけますというコメントをいただいております。それではキュウリ選手意気込みをはい、下克上タッグの正式のタッグ名が決まったので発表させていただきたいと思います。こちらです。娘と書いて下克上と読みます。はい、自分の今年の目標は下克上です。 JWP さんのコマンドブリシュー選手、レオン選手、JWP さんのタッグチャンピオンと当たれるということで、
4月2日で、終わってしまう JWP さんの長い歴史に9人の名前を刻めたらと思います。自分のタイプが関節で、マイカちゃんタッグパートナーのマイカちゃんはパワーで、相手の選手も堀翔さんが関節で、レオンさんがパワースピードということで、関節同士がパワー同士で当たっていけたらなと思います。堀翔さんのサブミッションみたいなところにも、はい、はい、はい、自信はあります。ここで立ってお二人の下克上から始まるという、はい、ちなみにこの名前が変わったのはどんなメッセージか。下克上、こっちの方が可愛いじゃないですか。可愛いし、検索かけてもらうと調べやすいかなって思って、はい、変えました。2人で決めたんですか？はい、2人で、こう、これが可愛いねって言って、まだまだ堀翔さんの足元には及ばないと思うんですけども、負けじと、関節技をかけていけたらなと思います。関節技ってエスケープじゃないですか。だから自分が先にエスケープするんじゃなくて、ボギシュウイさんを先にエスケープさせたいなって思います。続きまして、第3試合タクマチ20分一本勝負、星ハム子宮城もち VS 井上貴子雪日麻也、お願いします。数名は他団体で一緒になり、とてもいい子で仲良くさせてもらっていますが、まさか上がらせていただけるとは大変恐縮です。ラブリーブッチャーズの対戦も楽しみにしておりました。ハム子の社交辞令かと思っていたので実現して嬉しいです。雪日麻也は未知でございます。当日までに勉強していきます。タッグ楽しみにしています。アイスリボンに毒を放り込んだらごめんなさいというコメントをいただいております。それでは選手1個目お願いします。はい、ですね、今回井上貴子選手とタッグを組ませていただけるということで、自分もちろん映像などでも見させていただいている選手で、やっぱりイメージとしてはやっぱ美しくて強くてずっと活躍してらっしゃるっていう選手と組ませていただける、井上貴子選手と組ませていただけるというのをすごく本当に嬉しく思っております。そして、対戦相手がラブリーブッチャーズということで、本当にキャッチーでインパクトが強いタッグチームなので、この3名と一緒のリングに上がった時に自分の存在感を示してきちんと印象を残して、その上で自力で勝てるように奮闘したいと思います。井上貴子さん、アイスリボン初参戦です。キャリアは私たちよりあるかもしれないんですけれども、私たち、ね、もう記者会見の時からドレスアップして気合が入っております。もう結果はここで見えてるかなって思います。はい、3月26日、真の強さと真の美しさを兼ね備えているのは誰か、お客さん、マスコミさん、皆さんの目で確かめていただきたいと思います。イエーイ。質疑応答どうぞ。
え、もう見た目中身すべて、まあ、おっぱいもありますけどね、うん、おっぱい大丈夫かな、あ、雪もちょっとあるけど、まあ、でもオーラ、オーラ、オーラ、オーラ醸し出すオーラがやっぱりキラキラしてるじゃないですか、私たちして、まあ、してると思いますよね。ね、私、毒は吸い取っちゃおうかなって、私も同じ、食べちゃおうかなと思ってました、毒は。私は多分、試合前はご飯食べないのでお腹空かせてるので、タクコさんの毒を吸い取ってお腹いっぱいにしちゃおうかなっていう。今コメントの間、お隣のユキシ選手がものすごい表情をしていたんですけど何よ、なんか文句あんの、何よ、ね、なんか言ってみなさいよ。何も文句はないです。はい、うん、はい、なんか言いたそうですけどね、うん、誰かかわいそうな雪石さんにも質問してあげてください。雪石選手は井上貴子さんと立っていて、どんなイメージになりますか、はい、どんなイメージになりますか。いや、先ほどのラブチャさんがもう醸し出すオーラ、キラキラって言ってたんですけど、いや、高子さんと私も相当キラキラすると思いますよ。キラキラ感じゃ負けない。はい。っていうか負けないつもりでいかないと、私この試合に一緒に上がらせていただく意味ないので負けない。じゃあみんなでキラキラすればいいじゃん、ね。いや、でも私たちキラキラとかっていうかもうギラギラですからね。常に。はい。ね、キラキラじゃもう足りなくてギラギラ。ギラギラ。本当はもっとその上行きたいですけどね。うん、ギランギランの上をね、グリーンギランギランの上をやっぱ3月26日ね、うん、出していきましょう。そしたらそうですね、私たちが目立たないと後楽園盛り上がらないと思うのでね。そうなんですよ、私たちが目立たないことには後楽園が盛り上がらないんですよ。アイスリボンも盛り上がらないのでね、私たちが盛り上げましょ う。はい、何よ、なんか言ってみなさい。目の前です、試合頑張ります。何？はい、行きまーす。皆さん、もう一回お願いします。ではまず、初めにいただいているコメントを読ませていただきます。葛西純選手、俺っちの信頼するパートナーであるミヤコッチが新興宗教崖の淵教を立ち上げたとのことなので全面的に協力していくつもり。今回積まれたカードが新興宗教オレオレ教、違う宗教戦争だということなので容赦なく叩きのめす。相手が復帰戦だろうが女子プロレス界のレジェンドであろうが関係ない。これは名ばかりの戦争ではない。プロレス界の常識を覆すような本物の戦争ってものを見せてやると葛西。もちろん生き残るのは我らが新興宗教崖の淵教だ。3月26日後楽園ホールで新たな時代の幕開けを目撃せよと葛西純選手よりコメントをいただいております。続きまして大月健二さんよりコメントをいただいております。プロレス界に邪教はいらない、お前たちの魂胆は知れているぞ。チケットやグッズやツーショットチェキの代金の他にさらにプロレスファンからマネーを絞り取ろうという例のあれだろう。神を名乗って人を騙すやつらを我が宗教がぶっ潰してやるから、お客さんは藤田選手とジャガーさんのグッズと筋肉少女隊の CD を買うようにお願いします。大月健二さんからのコメントでした。続きましてジャガー横田選手、俺今日私は人に指示されないからリングでジャガー横田の戦いをするだけ。茜が復帰戦らしいので人体切らないように何か教えてあげようかねとジャガー横田選手からコメントいただいております。それでは藤田茜選手、はい、ご見お願いします。はい、復帰戦なんですけど、なんですかねこれ、自分はカードまだ全然決まってなくて、藤田茜復帰戦と松本都絡みの何かと聞いていたので、これ別物だと思っていたわけですよ。自分とは別で松本都はもうそっちで勝手にやるものだと思っていたらですよ、巻き込まれていると。それしかも昨日のなんか崖の淵のなんかで
まあ、あのネットに上がってきたので知ったんですけど、そのカードもちょっとあの宗教とか自分あれなんですよね、そんなにあれなんですけど、あれ、はい、あれですか、はい、全然そんなの関係ない人だったんですけど、何でしたっけ、オレ教ですよね、新興宗教オレ教、はい、ちょっとまだ未だによく飲み込めてはないんですけど、自分昔そのバンドやってたこともあって筋肉少女隊さんは聞いていたのと、まあ、ジャガーさんと組めるということで、まあ、自分にとってはチャンスかなと思っていますし、ちょっとねその混乱がちょっとだけ解けてきた今、これはすごいカードなんじゃないかと思っておりますので、前回の北沢のリベンジもあるので松本都をギタギタにしたいと思います。新興宗教崖の富士教教祖松本都です。え、昨日こちらで無事旗揚げ集会を終えました。はい、私が今大月さんなどのコメントを聞いて思うのは、まず私の宗教崖の富士教を世の中にあふれている低俗な宗教と一緒にしていただきたくはないということです。私たちは昨日の利益ですとか幸福の壺の3万円で売った壺の利益など、すべて皆様のギャランティー、および今回のジャガー横田選手のギャランティーの一部などにあの分配をさせていただいております。こちらは領収書なども公開可能なものとなっております。ですが、まだまだ足りないので、一緒に壺を作りますか？はい、ません。作りましょう。1個じゃ全然足りないので。そういった計画もあるんですけれども、そうですね。まあ大月さんはもともと崖の淵教のバックで私の入場曲技名の公認などもいただいていたんですが、こういった形であの袂を分かったつ形になるとは思いませんでした。この恨みを込めて後楽園ホールは3人とも燃やしてやりたいと思いますので、ぜひぜひこの最終宗教戦争見に来ていただけたらと思います。それでは質疑応答。あ、それとですね、1個言い忘れたんですけど、大月さんは自分のお金でチケットを買ってこのアイスリボンとかレイナ女子プロレスさんのチケットを最前列で見ていたということがあります。まあ、教祖とかお礼教を名乗って20何年も30年とかやってるなら、そんな顔出ししてこそこそやるのダサいですよね。ダサいのでちょっと今回こうやって公の形で呼んで、はい、堂々と女子プロ上がってこいやっていう気持ちでこの宗教戦争を開講させていただきました。楽しみです。そうですね、まあ、普通にお客さんとして行ってくださるならいいんですけど、いつも最前列にいるんですよ。絶対わかるじゃないですか、変装していたとしても。それはちょっともうこうやって呼んでほしいっていうなんかアピールなんじゃないかなと思っていたので、ずっと今回この宗教を私旗揚げして、まあ、宗教界の大先輩である、これはもうこのタイミングしかないだろうと思ってセッティングさせていただきましたね。この試合は松本選手の優しさ的な、優しさとかじゃないんですけど、はい、まあ、我が宗教が成り上がっていくためのステップですね、通過儀礼といいますか、まあ、そうですね、昨日に続く。藤田選手、どうですか、はい、何笑ってんですか真剣なんですからね。いや、こうなるなら昨日の崖の節見とけばよかったなと、そうですよ、そう思ってるんですけど、そうです、そのね、どういう感じでやってるかもちょっとまだ自分の中ではよく分かってないので、うん、その何でしたっけ、新興宗教、新興宗教崖の富士教、新興宗教オレ教、あ、こっちはもう覚えてる、大丈夫、そっちのことなんですけど、ちょっと勉強します。それぞれの競技を、競技ですね。じゃあちょっと、ちょっとあの大月さんの言いたいことが分かった気がします。本当ですか。はい、先ほどのコメントにありましたよね、マネーを絞り取ると。だって自分自身が、自分自身がっていうのに壺を売りつけてるわけですよ。壺を売りつけてますけど、それは今回のジャガー横田選手ギャランティーとかに分配してるわけですから、私腹を肥やしているわけじゃないですよ。そこが他の宗教との、低俗な宗教との違いだって言ってるんです。なんでわかんないんです。だって言っても言ってもわかんない、ちょっとあれですね。だってそうですよね、わかんないですもん。だから、じゃあ分かり合いましょう、試合で。試合、そうですね。そうですね。体と体のぶつかり合いで、言葉でね、無理。もうこういうの聞いてると、もうなんかね、分かりました。自分はちゃんとお礼教に入ります。あ、はい。うん、もう、そしたらもう全面戦争です、ここで。そうですよ。試合で決着つけたら、うん、どっちが強いかってことですよね。はい。だ負けたら壺売るのやめてくださいよ。まあ、そうですね、やめましょう、じゃん。はい、うん。何か言いたそうですけど、大丈夫ですか、新学プロレス。はい。笠井さんは、竹の宗教の競技というか、教祖様に。
信じられてるかも。多分笠井さんはまだ何も知らなくて昨日のリリースを見て知ったと思うんですが、まあ、リリースされたということは世の中にはそういう信じてるという認識されているという同意ですので、その件に関してはもう解決しております。はい、全くタクシー物としても問題ないですね。すごく分かり合えてる唯一のベストパートナーですので、ぶっ飛ばしてくれると思います。ちなみにちょっと宗教と全然関係ないんですけど、藤田さん、コンディションの方はもう全く問題ないですか？はい、もう全然問題ないです。リングの練習とかも結構やってます。もう万全で万全です。相手がというかカードがやや巻き込まれた感が。まあでもそうですね、ニャンキーズの2人にはちょっとね、前回やられたあれがあるので、松本美代子をボコボコにしたいのもありますけど、どっちかというと笠井さんにリベンジをしたいなとは思ってます。それでは藤本司選手、試合の意気込みをお願いします。はい、まず今日よく記者会見に来てくれたなと思いました。まあ、私に一方的に言われっぱなしの状況がすごく嫌なのかなと思うので、まず思いの丈をどうぞ。まあ、言いたいことがあるとかそういうことじゃなくて、まあ、ニコプロに乱入してきたりとか、シードリングの興行で勝手なパフォーマンスをやったりとか、今日もそもそも呼ばれたから来てるわけでさ、言いたいことがあるっていうのはもうないですよね。藤本司さんに言いたいことは特にありません。試合自体はやっぱりシングル2年以上ももうやってなくて、そこの楽しみっていうのは私の中であります。この戦いを楽しみたいっていうのはありますけど、けじめうんぬん言ってますけど、そもそも私の中ではもうついているというか、この試合で終わるとか終わらないとかそういうことじゃなくて、ベストフレンズっていうのはもうすでに終わっていると思っています。はい、藤本司の言いたいことはない。なんかどんなワクワクする言葉を言ってくれるのかなと思ったんですけども、全く心に残らない、本当チープな言葉でがっかりです。アリサは言葉を持っている人だったんですけど、それすらも言葉すらも高橋の内に吸収されたかと、本当に中島アリサにはがっかりで、これでもう心置きなく解散できます。ベストフレンズは終わった、ベストフレンズは終わった。でもですね、 CD だったりとか T シャツだったりとかまだぶっちゃけ在庫あるんですよ。だったら私が一人で歌いながら入場してグッズも全て販売させて、それでちゃんと終わらせます。そうですね、まあ、言われるまでベストフレンズとか忘れてましたし、まあ、どんどん私は先に進んでるんで、いつまでもその過去を引きずるというか、アリサは変わったって言いますけど、人っていうのはどんどん変わっていくもので、それになんかついてこれてないのはそっちなんじゃないのかなっていう感じですね。まあ、悪い方向に変わったらかわいそうだなと思いますよね。あ、もちろん、まあ、言ってるのを聞いてますけど、まあでも人の上とか下とか誰の隣とか私はそういうもんじゃないと思ってるので、人はもう個で存在しているものだし、なんかそういうところの視野の狭さというか、そもそも求めているものが違うんだろうなっていうのを感じているので、そういう違いっていうのを含めて、あ、終わってるなっていうのを感じています。今回価値観とか別にどうでもよくて、お互い同じ方向を向いてようが向いていないようが、まあ、一緒にいるもんは一緒にいるし、離れるもんは離れるもんだと思ってるんですよ。それもひっくるめて、アリサがどういう考えだろうがひっくるめて、まあ、ベストフレンズ、今のアリサには隣にいてほしくないと思ったことで、お客さんのための試合です。お客さんにけじめをつけるための試合です。まだこう存続してるというか、続くと期待してるファンに向けても、はい、そうです。もうたくさんの方に聞かれます。ベストフレンズどうなるんですか、もう一回やってください。もうそれを聞かれるのが本当にうんざりしているので、
お客さんの前で終わりっていうのをちゃんと示した方がいいんじゃないかなと思うので、そういう場です、この試合は。いやもう2年以上も経ってますし、ただそこからやってきたものの違いっていうのもこのリングで出ると思うので、まあ、きっちり勝って、はい、という感じですね。先に行かれる、はい、はい、はい、もさんどうですか、あとの試合の今回は。もう一勝一敗だからどっちが勝ち越すからねってすごく言われるんですけど、そんなことはどうでもよくて、今の落ちぶれと中島理沙とのシングルがとても楽しみだなっていう感じです。多分13分24秒ぐらいで今の有沙には勝てるんじゃないですかね。はい、20分もいりません。今こういうお二人の距離になってしまってますが、そういう兆しみたいなのっていつ頃から出てましたか。中島選手が変わってしまったみたいな。それはどこで壊れたの、オンフレンズってことですね、はい、自分の中ではベストフレンズ対ヨシコ、高橋の苗、あれでアリサが負けました。アリサが、まあ、ちょっと一人暴走しました。その時は別にアリサらしいなと思ったんです。あそこで別に絆は切れたとかそういうのは全く私の中ではなくて、JWP を辞めました。シードリームに入りました。ここでもアリサらしいなと思いました。ただ、発言で高橋七重のそばでプロレスをやらせてくださいっていうのと、私は、ニコプロで乱入した時に会社に確認してくださいって言ったんです。会社に確認してくださいなんていう常識的なアリサの発言に本当にもうがっかりして、あ、なんかここでもう私はこの人とは距離を置こうっていうふうに思いました。なので多分その発言じゃないですかね。どこでというところですか。まあでもさっきから言ってますけど、自分の中にもうベストフレンズっていうのはなくて、どんどん先に行ってたので、なんか何かきっかけがあったからとかそういうことじゃないのかなと思う。それが先に行ってるのか血迷ってるのかはこの試合で分かると思います。彼女、ちゃんと彼女に教えてあげないとなって感じですね。それが私のベストフレンズのけじめです。よろしいでしょうか。それでは写真撮影に、はい、こういうところだと思います。多分今の発言でイライラしてるんです。そういうところだと思いますので、私一人で撮影させていただきます。すみません、こちらお願いします。続きまして、この後のセミファイナルとメインイベントの順番ですね、試合順ですが、シングル選手権とタッグ選手権に関して会場アンケート、ウェブアンケート、ツイッター投票での結果をまず発表させていただきます。全投票数11,159票、インターナショナルリボンタッグ選手権がメインがいいと投票された方は873票、そして IC クロスインフィニティ選手権試合がメインイベントがいいとおっしゃった方が12,286票。これによりメインイベントは IC クロスインフィニティ選手権試合、となります。そしてセミファイナルインターナショナルリボンタック選手権試合、20分一本勝負、チャンピオンチーム大畑美咲水波亮 VS 挑戦者チームつくし柊くるみ。それではまず初めに本日欠席の柊くるみ選手からのコメントを読ませていただきます。去年の札幌大会でリボンタッグをかけてアビットリバルと試合をし、初防衛戦で負けました。それから何ヶ月も経っているのに、まだアビットリバルがリボンタッグのベルトを持っているというのは自分たちが取り返すためだと思っています。取られたものは取り返す、強い相手の技を受け切った上で This is アイスリボンがベルトを取りますというコメントをいただいております。はい、去年の10月にこのリボンタッグのベルトを一度も防衛せずに
取られてしまったんですけども、3月まで誰にも取られないで防衛してくれてありがとうございますっていう気持ちをまず伝えたいと思ってます。そして10月に取られてしまって、5ヶ月間決してつくしくるみにとって無駄な時間ではなかったし、お互いのことを見直す時間になりました。そしてアビリバからブルートを取りたいという強い気持ちにもなったので、決して無駄な時間ではなかったです。 This is Ice Ribbon っていうタッグチームをつけたからこそ負けは許されないと思っていますし、アイスリボンは強いっていうところを名前にして見せたいと思っています。そしてメインには選ばれなかったんですけども、メインでもセミでも自分たちの戦いっていうのは変わらないですし、自分たちがベルトを取るっていうのも変わらないと思っているので、すごくセミでも楽しみになりました。以上です。はい、プロレスリングウェーブ水波亮です。まずはつくしくるみやっと挑戦してきてくれたなという思いが一番強いです。自分はこの2人にすごい、まあ、前も言いました、未来を感じてます。初の、タッグタイトルで、自分たちが取ってからさっきも言いました5ヶ月ぐらい経ちました。おそらくその5ヶ月の間、いろんな感情だったり、このベルトに対する強い思いだったり、悔しさだったり、いろんなものをですね、3月26日のリングの上で全部吐き出してもらいたいと思ってます。その上で自分たちはそれを全部受け止めた上で防衛して、自分と大畑が目指す次のステージにこのベルトを持っていきたいと思っております。以上です。はい、プロレスリングウェーブの大畑美咲です。今回このベルトをかけて戦うにあたって、まあ、つくしが欠場してたりとか、私たちがウェーブの仙台大会で防衛戦を行ってたりとかで、まあ、決まったのはギリギリなんですけども、本当にこの対戦カードで良かったなと思ってます。ただ、私たちはこのベルトを利用してまだまだいろんな選手と防衛戦をしたりとかを、考えているので、まだ譲るわけにはいきません。そしてですね、ただ一つ心配なのは、まあ、さっきも言いましたけど、つくしが欠場してたということ。まあ、今は試合しているので大丈夫なのかもしれないですけど、復帰明けの選手にベルトが取れるほど甘い世界ではないっていうのを、この試合で分からせてあげたいと思います。自分にはくるみがいるので大丈夫です。大丈夫だからタイトル戦するって言ってるんじゃないですか。いや、そんな怒られても。じゃあくるみだよ、頼みなんだね。ダメですか。いや、ダメ。タッグなのでそういうもんですよね。いや、ダメって言えば言ってないよ。でもじゃあくるみが、じゃあもし試合中に怪我したらどうするの。大丈夫です。怪我しないんだ、あの子は。してるよね。そういう気持ち持っちゃダメですか。いや、ダメとは言ってないよ。でもしてるよね。二人ともしてるよね、怪我ね。だからダメですか。そうしたら覚えておいてくださいね。分かった分かった。つうことで、じゃあ残りは3月26のリングで結果つけようぜ。ね、挑戦しよう。してこい。するでしょ。うん、全力でこい。だから皆さんね、見に来てくださいよ。はい、じゃあ記念写真ですかね。質疑はもう質疑応答。質疑応答、すいません。質問お願いします。大丈夫です。 100% 大丈夫なので自分は試合をしてます。まあ大丈夫って言うしかないよ。いや、大丈夫じゃなかったら試合しないから。あの、この会見をあれしてもこうやや王者ペースのような気もするんですけど、くるみがいないからですよね。多分そう思うのは人それぞれだと思うので。はい、じゃあやっぱりくるみだんだね。自分はくるみ頼りです。よし、他に質問ありますか。挑戦者、まあ、見てないんでわかんないんですけど、まあ、成長してなかったら逆にばっかりですよね。自分はその3月26のリングで対戦するのの楽しみにとっておきます、その成長具合とかは。はい、
気持ちが変わったと思います。連携とかも全然10月去年の10月と全然違うし、なんか自分が欠場してその間もくるみはすごい頑張ってくれてたと思うし、そういうとこが変わったと思います。たくさんの方の投票によりましてメインでセラとシングルマッチベルトをかけてさせていただくことになりました、大阪女子プロレスの山下里奈です。よろしくお願いします。そうですね、セラとは今までやっぱり決着つかずだったりお互い勝敗が五分五分なので、そうですね、今回徹底的に追い込んで勝とうかと思います。もう勝つ、そうですね、勝つその、まあ、対策もちゃんと考えてありますし、どういうふうに勝ってやるかとかもちゃんと考えてますし、そうですね、ただやっぱりそのメインで選ばれた理由っていうのがやっぱり気になるところかなと。挑戦者が土だから投票したのか、それともやっぱりセラがメインで試合をしなければいけないとかそれなのか、それとも私とセラだからその投票数になったのか、それともやっぱりアイスリボンの一番のベルトはメインじゃないとダメだろうっていうなんか決まり事のような気がしてならないんですよね。まあ、まあどういう理由にしても自分はそのまあメインでこのアイスリボンの一番のベルトをかけて戦うことになったからには、そうですね、なんか新しい道が開ければなと。まあ、ここでセラとの戦いを、ね、一度決着をつけるつもりではありますけども、まあ、ただそれだけでは終わらせないつもりなのでよろしくお願いします。続きましてチャンピオンセラリサ選手お願いします。はい、まずは1万票を超える投票数、そしてメインイベントに入れてくださった皆様本当にありがとうございました。私はメインイベントじゃないと場所が足りないんじゃないかなって思ってたので、後楽園ホールのメインイベントでこのベルトをかけて山下里奈と戦う決着をつける、それだけで十分だと思ってたので、まあ、彼女はちょっと謙遜していろいろアイスのベルトがメインじゃないといけないとか言ってましたけど、私は山下だからこそ入れてもらえた票じゃないかなとも思ってるし、まあ、別に山下のこと好きではないけど山下と戦えることは本当に嬉しいです。今回私がその主演舞台と日にちが被ってるということでたくさん心配される声を聞くんですけど、そんなレベルの低いところで私たちは戦ってないので、別に舞台があろうと山下と後楽園ホールで戦うこの気持ちだけで十分持っていけるレベルには来てるので、舞台関係なしに山下と決着をつけたいと思ってます。ああ、その舞台のことですか。いや、舞台は私はもう全力で応援してますよ。はい、別に何ならこれでしょ、これあの不倫、不倫でしょ、なんで持ってんだよお前、不倫でしょこれ、なんだよやめろよ、なんなら千秋楽見に行ったってもいいっすよ。おーおー、千秋楽ってもう試合終わった後だよ、メインイベント終わった後。そうか、なんで隠すんだよ、出せよせっかくな、宣伝しろよ。そうです、シャリサが舞台不倫出ます。なんで隠すんだよ、だから置いとけよ。そうですね、まあ、別に、まあ、舞台は全力で応援してますし、別にそれで試合が劣るようなやつじゃないと、私はそういう点においてはやつを、まあ、信用してるんで、別にそんな批判するつもりはないし、別にそういう戦いじゃないんで、私はあくまでまっすぐぶつかっていきたいという気持ちなんで、別に舞台は関係ないですね。全力応援してますよ、なんなら。じゃあ、勝って千秋楽を見に行きたい。はい。そうです。
に世良選手防衛したら舞台に招待してみたいとかそういうのないですか。まあ来るっていうなら招待しますよ。ただどっちがベルトを持ってるかですね。もしあの私防衛してたら千秋楽のカーテンコールでベルト持って登場したいと思ってるし、まあ万が一山下が勝つようなことがあるならカーテンコールだけ登場してもいいですね。カーテンコール乱入してきてもそれぐらいのことをされたって思えるんで。来るの？行くよ。あ、そう来る、そうなんで、そういうのも背負ってやりたいなと思います。ライバルと書いて世良と読みます。そういう気持ちです。え、逆じゃね？逆だろ。ライバルと書いて世良と読みます。以上です。そうですね、まあ、彼女が言ってくれたようにライバルってもちろん思ってますし、今までの結果が1勝1敗3引き分けっていう、なんだこの結果はっていうのに終わってるので、ここでどっちに勝がつくのか敗がつくのか、まあ、そうなるためにはお互い今までのような戦いじゃダメだと感じてるし、どっちが先に限界突破できるかっていうのもね、あれですよ、限界突破できるかっていうのも論点というか、なんかね、そういうのになると思うので、彼女には負けたくないっていう思いだけでリングが立てます。それぐらいの選手です。逆に言うと世良さんの限界というかリミッターを外してくれる気がする。そうですね、リミッター外さなきゃ勝てないだろうし、遠慮なんてことはもちろん使っちゃいけないようなやつだと思ってるので、もちろんこっちにも使ってほしくないし、お互いがリミッター外してぶつかり合いたいと思ってます。まあ、そのリミッター外すのは私の役目だと思っているんで、とことん追い詰めてやりますよ。前哨戦で長くなってますけど、はいはい、まだまだ世良さんリミッター外してる感じが。いや、ないですね。全然ないですね。まだまだ。はい。それは逆に私もだし。はい。3月26日、アイスリボン後楽園ホール大会、12時、皆さん集合です。絶対